はい、皆さんこんにちは。今回はですね、プロトタイプガンダムね、オリジンガンダム改造してる最中なんですけどもね、はい、まあまあ今日も改造するんですけども、今日はね、更新のとこちょっとなんかしようかなみたいなちょっとだけしようかなって感じなんですが、何したいかというとね、このオリジンガンダムのね、このなんていうんですか、箱絵のね、これ初期型ですかね、初期型と中期型が選べて、作れるんですけども、初期型ちも一回も作ってないんですね。それのね、凄みをちょっとしてからこのプロトタイプガンダムの改造を進めようかなという感じですね。はい。なぜこれするかというとね、今日はうちの店長がね、ちょっと気使ってくれまして、昨日か一昨日の動画でね、私が作った動画ではなくね、店長が作ってくれた動画をね、1日2本ずつ動画上げてるんですけども、2本とも、その日2本とも店長が作ってくれましてね、1日ぐらいは休んでくださいということでね、はい、お優しい言葉いただきまして、ツイッターとかも見ないでくださいみたいなね感じで、もうね、なんか人の面倒見たりとかね、最近多かったんでですね、そこら辺でちょっとね、私もお店、自分でお店してからもう20年ぐらい経ってるんですけどね、20年1日も休んでなかったんでね、一応今お店来てるんですけどもね、もう店長にね、ツイッター禁止、ネット禁止みたいなね、動画撮るのも禁止みたいなね、一日休んでくださいということで、時間できましたので、ガンダム作っていきたいと思います。好きなことしていいんでしょ？好きなことしますよ。ガンダム作ってね、動画ついでに撮ったろうかなみたいなね、やっております。結局ガンダム作んのかいみたいなね、感じですけど、まあ私ガンダム、このオリジンガンダム特に好きですんでね、好きなようにね、やらせていただこうということで、まあとりあえず動画撮ろうかなみたいな感じなんです。まあオープンですね。はい。まあ説明書が入っておりまして、これね、通算15個目のオリジンガンダムになります。私ね、説明書を見てくださいみたいな、毎回やってますんでね、他の動画で見ていただけたら、さっと、ね、こんな感じですよ、みたいな。はい、こんな感じですよ、みたいなのね、お見せしてから、すぐに入っていこうかなと思いますけども、はい。ちっていうのが、大分弁なんですね。私関西人なんですけどね、大分弁映っておりましてね、なんとかとかね、なんとかやけんとか言うんですね。大分県やけんみたいな、それは言うかどうかわかんないですけどねっていうのをしゃべっておりますけど、これをね、まあ、作っていこうかなという感じです。はい。まあ好きなことしていいということでね、好きに動画も撮って、皆さんにね、その好きにやってるの感じも見ていただこうかなという感じですね。それでは早速ね、すぐみ完成までスキップいたします。はい、すぐみ完成いたしました。こちらがね、改造中のプロトタイプガンダムですね。腕ここ変わってるやつですね。はい、ちょっとピンポンにしておりますけどねこちらがね、前期型に、組んでるやつですね。まあ一応、ショルダーキャノンね、つけてみました。はい、こんな感じでございます。はい。まあね、したいことをするというね、YouTube はテレビ番組ではありませんのでね、なんか自分の趣味であったりね、思ってることを発信していいのではないかという感じでね、やらさせていただいておりますけどもね。まあこちらのプロトタイプ、この型、これね、あとはかっこいいかなと思ってつけてるんですけど、前期型の場合はここ、ないですね。はい。まあ、説明書通りに作ってるつもりですけど、まあ、間違ってたら深く突っ込まれるくらいね。はい。まあ、片腕だけこんな感じになってるのかな。まあ、説明書だとこういう指示だったような気がしますね。ちょっと説明書見てみましょうか。ね。こんな感じでございますね。はいはい。はい。まあね。この前期型ですね。はいはい。まあ、そんなには変わんないんですけどもね。はい。まあ、腕のとこはちょっとね、こう、両方こう、こういうね、感じになってたりとか、ね。こういう感じね。ただ、こう、バルカンみたいについてないと。
肩のこのね、なんか引っ張る、引っ掛けるところみたいなのはついてないと。前期型ですね。はい。こういう感じでね。ここ書いてますね。前期型ですね。はい。このこんだけ差異がありますよということですね。ちょっとアップしておきましょうか。はいはい、こんな感じでね。はい、まあ一応ねこれ組んでからこう胸のパーツ変えたりとかするとまた結局ねあの色剥がれ出しちゃうんでね、もう組んだら組んだままの方がいいのかなという感じはいたしますけどもね。塗装などはねまたねこれ仕上げるときねやってみようかなと思います。そしてねちょっと今計画していることがありまして、なぜこれプロトタイプガンダム作ってるかというのもね、うまいこと話が進めばね、皆さんにちょっとお見せできるかなという感じなんですけどもね、はいはい、まあちょっとね濁しておきましょうか。それではね、以上ね、こう手でくるっと回しておきますね。はい、手でね、はい、こんな感じでございます。はい、まあかっこいいですね。はい、まあ特徴的なね、オリジンガンダムの特徴的なキャノンね、はい、ついてますのでね、はい、まあこれちょっと置いといて、横に置いといてね、この人もね、改造を進めましょうかというところなんですけどもね、まあまあ、今日はね、大したことしないんでね、はい、何するかっていうとね、ここの、ここですね、ここをちょっとつけようかなという感じなんですね。そして、つけるときにね、こう、多分これなんですね。これをそのままつけてもしょうがないんでですね。まあ、ちょっと切りますけどもね。はい。これ、このまま、ちょっと、これ直しましょう。ね、はい。このままつけると、ちょっとおかしな感じに、ね、なってしまいますのでね、どうにかして小型化しないといけないんですけども、もうプラバで作った方が早いんじゃないかなと思うんですけどもね、まあちょっとやってみましょうか。そしてねここもねちょっとね切り替えておきましょう。はい、私に渡すとぶった切るみたいなね、よくコメントで書かれますけど、まあ、ぶった切りますけどもね、はい、このキューキットのまま組んでるのもありますんでね、まあ、見ていただけたらなとは思いますけどね、はい、かっこいいですね、はいはい、まあ、なんとなくプロトタイプにするという感じでね、僕はやっていこうと思ってますのでね、いらないとこちょっとカットしてみましょう。はい、はい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 、まあね、薄くしたりねちっちゃくしたりしますんで、ね、この外側をまず決めてからですね、これまあここのパーツ外しましょうか。一応外した方が早いですね。はい、話が、もうこのままつけるとおかしな感じになると思うんでね、よいしょ、ちょっとお見せするのに、ね、なんか組もうかなと思ってるんですけどなかなか。いかないですね、はい、こんな感じでちょっとピンセットを取りましょう。こんな感じでね、サイドアーマーよりも幅が大きいんですね、はい、ぶった切っていきます。はい、ぶった切るのはちょうどこのポッチ部分をぶった切ればいいのかな、こうね、ちょっとアップしましょう。ここにね、モールドがある、全部なくすぐらいにこう、ね、切ってしまうといいのかなと思いますのでね、ちょっと切っていきましょうかね。
はい、切っていくといってもね、適当に切っていくんでね、はい、ニッパーでいきます。はい、はい、こんな感じでね、いいのかなまあまあ、あの普通にね、改造される方はね、慎重にね、やられた方がいいかもしれないですけどね、私にはせっかちですからね、ニッパーで済むことはニッパーで、はい、やろうかなみたいな、こんな感じですね。はいはい、こんな感じですが、あ、まだ大きいのかな、どうなんでしょうね。ちょっと大きいですね、はい、もうちょっと切りましょうか、こちらはね、はい、せっかくなんでここをガイドにして切りましょうかね、うん、ここにね、うん、なんかガイド的なのありますんでね、はい、これでぶった切りましょう。欲しいですかね。最終的にはね、ノギスで測りますけども、これは 2.4mm、こちらが最大幅で測ってみるか、でね、まあ、6mm、8mm、8.4mm ぐらいですね。これですかね。はい、じゃあちょっとね、削って対処していきましょうか。はい、こういうちっちゃいのを削るときはピンセットとかでね、持って手を裏に当ててやるとね、こうやってしやすいんですね。あとこの高さですね、横の高さも削りますんで8ミリぐらいになるのかなという予想なんですけどもね、はいはい、まあ、ちょっと接着していきましょうか、先ね。むにゅっとするときは両方ね、接着をつけた方がいいんですけども、まず今仮止めですね、はい、ここの後ろがね、やっぱりちょっと多かったんでですね、幅がですね、ここですね、ちょっと削ります、はい、感じでいいですかね。はい、ある程度こう接着できたら、それで足してね、あとは乾くのを待ってからですね、次の作業に移ろうと思います。
さんはね、まあ、あまり気にせず後で痩せればいいんで、こんな感じでね、ちょっと乾かしておきましょう。はい、なんとなくできましたですね、まあ切った貼ったしてね小型化して、こんな感じでね、スリムかね、前から見た時にスリムになるようにね、調整してみました。はい、まあね、あの不思議なねパーツなんですがね、プロトタイプガンダムの特徴的なパーツの一つでもありますのでね、はいこんな感じにできておりますよなんとなしいプロトタイプっぽく見えるのかなというね、ちょっと腕上げときましょうか、見えにくいのでね、はいはい、こんな感じですね、はい、まあまあまあデザイン崩れない程度にやったつもりですまあまあいいんじゃないですかね、簡単が簡単に改造するということなんでね、まあまあ切って貼るみたいなねまあまあいつも難しいことやっておりませんけどね、はい、特に簡単に、はい、できたらなという感じでやっております。はい、まあ、ちょっとねモード増やそうかなと思ったんですけどね、まあここのね、これですね、元のここを利用してねモールドっぽくちょっとしてみたんでね、ちょっとアップしましょうか、まあ、これでいいのかなみたいなね、はい、感じでございます。はい今回はね、ガンダムプロトタイプガンダム改造ね、もうここしか改造しませんのでね、はいはい、もうねちょっとで皆さんにお見せするのもちょっと心苦しいなと思いましたのでね、せっかくねうちの店長に、20年ぶりに休暇取ってくださいという感じで休暇をいただきましたので、はい、大好きなプロオリジンガンダムですねもう一個作りましたみたいな感じの、はい、動画でした。はい、はい、いかんでしょ、はいこんな感じでね、はい、まあまあ動画作ってるのもね、はい、お見せしてるのも趣味でやってるのも、ね、同じようなことやってますんでね、余計分かんなくなってますけどね、まあ、皆さんもね好きなプラモデルしながらね、リラックスしてねコーヒーでも飲みながら模型楽しまれてはいかがでしょうかという提唱動画でもありました。はいそれではこの動画面白いと思いましたらグッドだチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしければね、サブチャンネルもいたしております。たい焼き食べたいカタカナでサブチャンネル、そちらの方1000人になりましたね、ライブやりたいと思いますのでね、はい、皆さんご協力願えたらという感じで、はい、こんな感じでよろしいですか。はいそれではさようなら。